今日はジャージャー麺を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はジャージャー麺を作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節にぴったりなさっぱり食べれてスタミナ抜群のジャージャー麺を作っていきたいと思います。材料は少し多いんですけれども、作り方自体はすごく簡単です。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに肉味噌の材料からご紹介します。材料はこちらです。豚ひき肉、たけのこの水煮、しいたけ、長ネギ、生姜、にんにく、お水、お醤油、お酒、甜麺醤、鶏ガラスープの素、お砂糖、胡椒、ごま油、片栗粉。肉味噌はこちらの材料で作っていきます。でこのジャージャー麺はね、少し調味料が多いんですけれども、いろんな調味料が混ざることで旨味とコクが出て美味しいジャージャー麺に仕上がります。でね、ちょっと変わった調味料といえばね、こちら甜麺醤ですね。こちらは甘味噌になります。こちらの甜麺醤はスーパーに売ってますので、ぜひチェックしてみてください。その他はね、特に珍しい調味料はないので手軽に揃えていただけると思います。こちらのお酒はですね、今回日本酒を使っていきます。でさらにね、ここに少し辛みを加えたい場合は小さじ1/2ほど豆板醤を加えていただいても OK です。そしてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。中華麺、きゅうり、長ネギ、ごま油、ラー油。残りはこちらの材料を使って作っていきます。まず中華麺ですね。こちら茹でるタイプのものです。そしてトッピングにきゅうりと、あとこちらの長ネギは白髪ネギにして使います。そして最後ラー油はですね、こちらお好みで OK です。で、今回の分量で2人分になります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにトッピングの材料から切っていきます。まずきゅうりですね。きゅうりはまず斜め切りにします。はい、そしたら切りやすい枚数を重ねて、あとは細切りしていきます。はい、こんな感じです。まあ、きゅうりの切り方はね、やりやすい方法で OK です。お好みの切り方で細切りしてください。はい、きゅうりの準備はこれで OK です。続いて白髪ネギを作っていきます。まずね、長ネギの白い部分を半分に切ります。で、このね、中の芯の部分ですね。こんな感じになってるので、ここは取り除きます。こちらの取り除いた部分は肉味噌の方に使っていきます。で、このね、薄くなった周りの部分だけ細切りしていきます。はい、OK です。このように細切りしてください。そして細切りしたネギはこのように水の中に入れて、で、さっとね、こうやって揉んで、で、このままね、水にさらしておきましょう。白髪ネギの準備はこれで OK です。続いて肉味噌の具材を切っていきます。まずこちらの長ネギをみじん切りにします。まあ、こちらもね、やりやすい方法でね、みじん切りにしていただいて OK です。こんな感じでね、縦に切れ込みを入れて、あとはね、こうやって束ねて切っていくと簡単にみじん切りにできます。はい、このようにみじん切りにしてください。そして先ほど使わなかったこちらの部分もみじん切りにしていきます。はい、そして両方合わせておきましょう。長ネギの準備はこれで OK です。続いてしいたけです。しいたけはですね、まず軸を切り落とします。そしてしいたけはですね、粗いみじん切りにしていきます。で、この切り方もね、やりやすい方法で OK です。はい、OK です。このようにみじん切りしてください。で、こちらの軸の部分ですね、硬い部分だけ切り落として、で、こちらもね、同じようにみじん切りします。はい、椎茸の準備はこれで OK です。続いてたけのこです。たけのこも同じようにね、みじん切りにしていきます。こちらの切り方もね、やりやすい方法で OK です。はい、たけのこはこのぐらいです。たけのこも少し粗めのみじん切りにしてください。続いて生姜をみじん切りにしていきます。こちらもね、やりやすい方法で OK です。かつ生姜はですね、皮付きの状態でも皮なしの状態でもどちらでも大丈夫です。ではみじん切りにしていきます。でもしね、生の生姜がない場合はチューブ状のものを使っていただいても OK です。はい、生姜はこのようにみじん切りしてください。そして最後ね、にんにくをみじん切りにしていきます。で、にんにくはね、中ににんにくの芽があるので、この部分ね、これは取り除いてください。で、あとはね、同じようにみじん切りにしていきます。はい、にんにくの準備はこれで OK です。それでは続いて調味料を合わせていきます。まずお醤油、そしてお酒、甜麺醤、鶏ガラスープの素、そしてお砂糖で、これをよく混ぜます。お砂糖のシャリという感じがなくなれば OK です。では続いて水溶き片栗粉を作ります。片栗粉にお水を加えます。そして混ぜましょう。水溶き片栗粉の準備はこれで OK です。それでは今から肉味噌を作っていきます。まずね、フライパンにごま油を敷きます。そしてここにニンニク、そして生姜を加えます。でこちらを加えたら火にかけます。火加減は中火で、まずねこのニンニクと生姜の香りが立つまで炒めていきます。ニンニクがね焦げやすいので焦がさないようにだけ注意してください。フライパンの中でじゅわじゅわっとして香りが立ってきたら、ここに豚ひき肉を加えます。そしてほぐしながら炒めていきます。こうフライパン全体を使ってね炒めていきましょう。でこのぐらいですね、だいたい9割ぐらい火が通ったら、ここに椎茸、長ネギ、あとはたけのこを加えます。そして炒めましょう。でお肉がパラパラになるようにこうやってねほぐしながら炒めていきます。はい、OK です。で、このようにね、お野菜にも火が通ったら、ここに合わせておいた調味料を回しかけます。そして、お水も加えます。で、これで混ぜましょう。はい、で、全体的によく混ざったら、一度ね、火加減は弱火にしてください。で、このまま2、3分煮詰めていきます。はい、今ね、2分煮詰めました。だいたいこうやった時に汁がこのぐらいですね。このぐらいになれば OK です。で、あとでちょっと味見していただいて、味がね、しっかり染み込んでれば OK です。で、そしたらここに胡椒を加えます。そして混ぜます。そしたら一度火を止めます。で、火を止めてクツクツクツというのが収まったら、こちら作っておいた水溶き片栗粉を回し入れます。でこの片栗粉はね必ず火を止めて加えるようにしてください。そしてまだね火をかける前に一度混ぜましょう。そうすることで片栗粉がねダマにならず綺麗に仕上がります。で全体的に混ぜたらもう一度火にかけて、で最後ですね、とろみがつくまで加熱していきます。はい、 OK です。このようにねとろみがつくまで煮詰めてください。これで肉味噌の完成です。それでは今から麺を茹でていきます。でこのね麺に関しましては袋に記載されている茹で時間通り茹でてください。沸騰したお湯に麺をほぐしながら入れます。でこのままね茹でていきます。今回私の麺は2分間茹でるものなので2分間茹でていきます。固めがお好きな方はねお好みで調整して茹でてみてください。はい、時間が経ったので火を止めます。それでは湯切りします。はい、湯切りしました。で湯切りしたらですね、ここにごま油を回しかけます。そして全体に絡めます。はい、麺の準備はこれで OK です。それでは盛り付けたいと思います。まずね麺を入れましょう。はい、このように麺を盛りました。そして肉味噌をかけます。はい、そしてここに白髪ネギですね。そして最後ねきゅうりを添えます。はい、こんな感じに仕上がりました。でこちらの盛り付けはねお好みでやってみてください。はい、これでジャージャー麺の完成です。こんな感じに仕上がりました。で最後ねお好みでラー油をかけてください。こんな感じでね肉味噌もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もう最高に美味しいです。肉味噌の味付けが最高ですね。そしてこのたけのこの食感も最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のジャージャー麺のポイントです。まずね今回ねちょっとね珍しい甜麺醤とかが入るんですけれども、この甜麺醤を入れていただくことでより本格的なジャージャー麺に仕上げることができます。この甜麺醤はねスーパーで手軽に買えるのでぜひチェックしてみてください。そしてお野菜とかの具材なんですけれども、こちらは少しね粗めのみじん切りにしていただくと食感も楽しむことができます。そして炒める時のポイントです。炒める時は最初にニンニクとあとは生姜を炒めるんですけれども、ニンニク肉は焦げやすいので焦がさないように注意してください。その後は順番に具材を炒めて、炒めたら味付け調味料を入れるんですけれども、こちらの調味料は炒める前に合わせておくと作業がスムーズにいくかなと思います。そして水溶き片栗粉なんですけれども、こちらの水溶き片栗粉は必ず火を止めてから加えるようにしてください。そうすることで片栗粉のダマができず、綺麗にとろみをつけることができます。あとはもう中華麺を茹でて上にかけて召し上がっていただけたらと思います。で、最後にですね、今回ラー油を添えたんですけれども、こちらはお好みで OK です。あとはね、肉味噌を少し辛くしたい場合は豆板醤を一緒に加えていただくといいかなと思います。で、今回の分量でいくと2人分なんですけれども、少し肉味噌は多めに作ってるので、もし余った時はね、レタスなどに包んで食べると美味しく召し上がっていただけると思います。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はジャージャー麺を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。